干净的水。沉默都市，新地区。沙漠道具的道具上，哎，我在哪里？哦，就在那个营地后面，就绕一圈。哦啊啊！艾米尔追忆跟目的地都开启了。哎，啊，这里不是有支线吗？我支线全部被没收了，可恶！哎，没有啊，还在。我记得这里有支线啊。这里不是有那个什么什么流浪的情侣吗？哇，管他的，就这样。哎呀！Bravo 127913，感谢。哇！这里倒了一堆菜兵。確か以前戦った。推奨破壊。あの個体は放っておくには危険と判断。了解。あ、怎么打？好吧，还在。哎，现在硬刚方的。前回の大戦争の時、地盤が破壊されてしまって、町全体が沈下しつつあるんですよね。放了一个反击啊，我放反击，我放反击。
他の個体もいるということ。再会。好，意思。我死。败了。特异的机械师，勇敢的哥哥，憎恨的妹妹。哎呦哎，这边有那个哎，这是不是那个？勇敢的哥哥，散发金黄色光芒的小型短剧，率领着同样金光闪闪的部下，会一边大喊“机械生物万岁”，一边进攻。憎恨的妹妹，为了替哥哥报仇而来袭。好，所以后面还会有。啊哈，满身鲜血的。机械生物憎恨被破坏掉伙伴的抵抗军，不断报复人造人。小丑丧尸，看起来真的是僵尸型。动物般的机械生物，看守目的的机械生物，有很多特异型，好屌，垂死。友好，机械导师也是友好。尽管使出攻击，使出强力攻击仍然落败。尽管换成黑带，似乎还不是二 B 等，而是不敌二 B 等人。哇，上面写着，最后心满意足的死去。死去。看清与人相争的丑陋，对自己的生存之道感到满足，最终自爆身亡。嘿嘿，是爱护动物且心地善良的个体。如果大家有兴趣，这个里面看一看，其实很多东西蛮那个。除了这个啦，这种一般的东西都是杂兵跟他们打而已，他们这边都会有一些故事在。人造人得死，2A A2 64B 是被砍死了，22B 8B BBBBB 这都被砍死那。特殊个体，这是大王吗？嗯嗯，好了，你有兴趣自己看看吧。教学，武器故事，安全起见，我去记个录。那个黄金型的打起来真的太准，而且我现在都已经快已经44等了，打那个还打半天。
这个八成是玩 very hard 的模式，一个没闪跑，整个都黑掉了。対象のミサイルを発見。あれを守ればいいのか。さっさと倒してお風呂に入りましょう。クビ。アンドロイドの風呂に入る必要はない。定期的な部品洗浄メンテナンスさえあれば問題ないはず。もうトゥービーは気分ですよ。気分。この辺りの機械生命体は概ね排除できましたね。トゥービー、ナインエス。司令官。緊急指令だ。君たちも知っての通り、我々が保有する空母が補給のために寄港予定だ。しかしその空母が機械生命体たちの攻撃を受け、交戦状態に入っている。すでに廃墟都市方面に駐留中の全ヨルハ部隊に連絡をしているが、君たちにも援護に参加してほしい。マップデータおよび飛行ユニットを転送する。以上。あ、こっちも飛んじゃって。司令官って本当に人使いが荒いですよね。そういうことができる人じゃないとリーダーは務まらない。なるほど。これは月の涙ですね。エミールさんに。お待たせしました。まだ伝えてすらいないのに。エミールさん、大丈夫ですか？今思い出しました。僕は。え？ありがとうございます。おかげで大事な場所を思い出すことができました。大事な場所？はい、それは彼にとってとても大事な場所。お礼に案内します。この鍵を使ってください。升降機要匙。これはショッピングモールにあるエレベーターの鍵です。後でこの場所に来てください。すみません、先に向かってください。僕はもう少しここにいます。艾米尔的追忆。我都想要解除限制。再会喽。
通信が届くアンドロイドペタスに支援要請。現在我々は敵軍の攻撃を受けている。護衛艦は退避し行動不能になった。手持ちの自衛機で応戦しているが押されている状態だ。繰り返す。こちら空母ブルーリッジ2、付近にいるアンドロイド部隊の支援を求む。EMP 攻撃で接近を防いでるのか。なんとか別の方法で攻撃しないと。2Bさん、衛星レーザーの直接攻撃承認が下りました。でも敵の発生する電磁波迷彩で照準が不安定になっています。発生源を突き止めて破壊してください。簡単に言う。すみません、でもよろしくお願いします。EMP 発生機の位置を確認。マップにマーク。推奨 EMP 発生機の速やかな破壊。生命体は320年前に確認されたのが唯一の記録。上陸後に超超強力電磁波攻撃を敢行。当時の戦闘では護衛部隊のレジスタンスが全滅。つまり上陸を阻止しなくては再び惨劇が起きる。その推論を支持。
外電磁波の消失を確認しました。衛星レーザー攻撃着弾します。くそ、本体にも電磁波防壁があるのか。苦戦しているようだな。ヨルハ部隊、北部 12C 防衛本部から派遣された傭兵部隊だ。私は隊長の 4B、 ここは我々に任せろ。ここは我々を任せろ。 2B、 ここは増援部隊に任せましょう。僕に考えがあります。場所をポイントしました。そこで合流しましょう。ここには沿岸防衛用の迎撃砲が敷設されています。あの怪獣も近距離からの物理砲弾なら EMP の影響を受けずにダメージを与えられるはずです。了解。打炮啦。3E507的这里，僕が照準をアシストします。秒多久？敵の外壁が分厚すぎて、この砲弾じゃ。トゥビ、敵の内部に直接攻撃をするんです。直接？そうか。そうです。奴の口の中に砲弾を打ち込んでやってください。吃我一炮、华夏第一炮、白帝圣炮。まずいですよ。ここを離脱しましょう。大丈夫ですか、トビーさん。あの巨大な機械生命体は過去に廃棄された兵器です。アンドロイド殲滅用として開発されたのですが、制御不能になってしまって、当時は私も機械生命体のネットワークに組み込まれていたから覚えているんですが、上陸した途端に没頭し、敵味方関係なく攻撃を始めたんです。が結局我々も暴走を止めることができなくて、深海に投棄されたのですが、再び上陸を試みているようですね。そうか、ちょっと思いついたことがあります。ここで怪獣を食い止めておいてください。頼みましたよ。ナイン S、 ナイン S が戦線から離脱、脱走兵として司令部に登録することを提案。ダメ、きっとナイン S には考えがある。予定だったミサイルを使用できないか試してみます。コントロールを妨害されないよう敵の背面にある EMP 攻撃ユニットを破壊しておいてください。了解。突然想抱怨一下，我打这个
这个关卡，我现在右手要用四只手指头来操作，太夸张了吧！拇指操作蘑菇头，食指按三角形，中指按 R1， 是无名指按 R2， 很夸张哎。夜派部隊の捜索と救援部隊を編成しろ。トゥビー、ナインエス、死ぬなよ。死光光结局，谢谢大家。航海支配者，
つ。バンカーに通信。こちら 2B、 応答せよ。オペレーターより 2B。 2B さん、大丈夫ですか？現在ボディチェック中。基本機能に問題は見られず。よかった。それよりも状況を教えてほしい。わかりました。海岸に襲来していた超巨大機械生命体ですが、8時間前の 2B さんたちによる攻撃によって停止しました。8時間も。各地の通信施設が EMP 攻撃の影響で使えなくて、現在復旧が遅れている状態です。データアップロードができなくなっているエリアもありますので注意してください。 9S はどこに？それがかすかなブラックボックス反応はあるのですが、現在地を特定できていません。ブラックボックス反応があるのなら生きてるはず。 9S の捜索を開始する。司令官に許諾申請を。司令官からはすでに残存ヨルハ部隊の捜索を優先する命令が出ています。 9S さんをお願いします。了解。はたはた、9S。 ポッド、付近のブラックボックス信号を検索。ブラックボックス信号を検知できず、微弱なブラックボックス信号の検知には特殊なスキャナーが必要。特殊なスキャナー？レジスタンスキャンプで使用実績あり、推奨。レジスタンスリーダーからの情報入手。了解。相信你们，虽然我觉得相信观众是一件很愚蠢的事情，我不知道，我这辈子做过蠢事太多了，改天再来一次。
里啊？武器哪里有武器？在拉又不上攻，拉五三攻。報告失敗。捕獲完了。
然想睡了，然后一按就掉到。睡觉要掉多久？十三小时。用途不明。用途不明。Thank you.
受的太大声。Move.